はい、ハンマー家の本家のハンマー岩先生です、ということで人間というのはね、コピーはできるんですけども、例えばあのテレパシーでカンニングとか、上の知能の高い人から忠実に、難しい話をしたりね、あと、ある程度本に書いてね、決まったことを全部書いておけばそれをコピーして話したり、作るものを作ることができるんですね。複雑なね、そういう、ところの能力は非常に高いですね。で、ただ人間の能力って誰でもそうなんだけど、天皇だろうとイギリスエリザベス王だろうと、ね、大統領だろうと総理大臣だろうと大臣だろうとね、博士だろうと、能力は人間の2倍ぐらいなんですよ。普通の平均的なね、2倍、100人に1人ぐらいですね、そういうのが出てきます。人間たちの能力で高い人、ね、100人に1人出てきます。で、この能力はノーベル賞取ってたって彼は普通の人の頭の2倍ね、技術ができるとかね、ね、もし優秀であれば優秀であればそうなんですね。人間というのは2倍の能力の体しか持ってないですね。脳もそういう脳なんですね。上の生物と違うんですね、私の場合と。まあ昔私は王様だったんで、ジョアリとかミツバチとか体が違うでしょ、全然ね、能力違うんですよ。ただ人間の場合は、普通の人間っていうのは私以外全員ね、どんなに頑張ったって100人に1人出る半長ぐらいなんです。だから歴史的に何かやったとか大きいこと有名な人がやったってやれないんですね。何やったって歴史に残るようなことはないんです、人間の場合は。私は本物貴族以外はね。だから全部作り事ですね。人間たちが書いてある本辞書で有名な人ね、何か革命的なことをやったとかね、いうのこれ全部嘘なんですね。これは仲間がやってんですね。人間自身、その代表で言ったって全然、その2倍しか能力ないから、言ったことは全部間違いが多くなってて、ね、逆なわけですね。で、またね、上の能力者から教わって話したって、間違いが、難しいことはね、間違いが出るんで、逆にひどいわけですね。革命とか、いい革命とかね、いいことしたとか、人間にはできないことなんですね。どんな頑張ったって2倍ですから、能力は。だから2倍のことはできる、普通の人もね。ね。ということなんで、歴史にいろいろ書いてたり、ノーベル賞とかなんとかガガ叩いてやってるけど、昔の大統領とか叩いてやってるけども、全部嘘ですよね。ね、やってるのは私、本物上の生物ですね。本物貴族だけなんですよ。で、本物は全部隠すんですね。最近出てきたね、もう宇宙生物が作ったような遺跡とか全部隠すために壊しちゃうでしょ。ね、これは私ね、私に通ずるものかもしれないんで、重要なわけですよ。ね、私が作った遺跡かもしれないし、昔ね、住んだものはね。ということでね、そういうのを粉砕するということが各国でやってますし、火星の裏に塔があるかは知らないけども、何キロも高い塔があるとかいう、これ核爆弾を送って破壊して破壊できなかったとか、これは作り事だとは思うんだけど、そんなもんないかもしれないと思うんだけど、まあ似たようなこと本当やっちゃってるんですよね、人間ね。本当の歴史作り事ばっかしだから、教科書全部ね、東大入るにも作り事のね、歴史で学んで卒業すると、そういうのが半分以上ですからね。ね、で、
そういう制度で一生懸命教えるんだけども、これは騙しですね。教科書に書くけどね、これは人間たちが作って騙しだけども、気がついた人はいいけども、知らない人はこれで本当だと思うんでしょ。だからそういうことしてるということですね。世界中の人間たちはね、悪いことばっかりしてるんですね。自分たちの都合に合わせて作り事の歴史とか本とかもうほとんどですよ、そういうのは。 NHK もそういうのばっかり集めてるし、ね、そういうことを放映してるわけです。国が代々そういうふうにしてね。で、本当のお上っていうかは私なんで、自分たちお上になりたいですよ。だから偽造しないとなれないわけですよ。昔の歴史を全部ね、全部嘘のこと書いて自分たちが役所だとかね、歴史的なっていうのは全部作ることですね。ただ人間たちにはいいわけよ。私がなんか問題やったらまずいから、そういうその人間たちのやることは多いんで、それは助けてあげないし、私は自分のことだけですね。人間たちのとか、人間たちが天皇とかイギリスやエリザベス朝とか従うというわけですね。大統領従うという。これはもう人間たちがお互い様に作ってるんだから、それは守んないといけないわけですけども、私の方が偉いんで、私だけはそうはいかんよと。人がそれでね、余分な労働もしないといけないっていうのも自分たちが作ったもんだから、それはしないといけないでしょ。私は当然してませんからね、本物が偉いからね。で、役所もちょ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 言ってくるからね。これは私は関係ないことだよ。人間たちが作ったことでしょ。で、ただ私の勢力としてね、天皇家は一部、本物の貴族、私に対してね、潰すために人間たちが作って仕事させるために用意したものでもあるんですよね。だから、